実験大好きエミネウです。今回は以前紹介いたしましたメジャーで作るダイポールアンテナ、これをね実際に設置してどれくらいのねスラバールになるのか、それとあと設定のね方法についてもね簡単にご紹介できればと思っております。アンテナのテストや移動運用にもね使えるシステムになります。ぜひともね14メガから28メガぐらいまで運用されるご予定の方、ご参考にしていただければと思っております。テストに使いますのはこのような形、1メーターのねアルミパイプを3本をねつなげました。まあこういうタッピングのねネジでつなげましたパイプ用意させていただきました。であとこういうパイプを固定する金具ですね。まあまたこれ十字架の生き物のやつになります。でまあ今回本題なんがこれですね。昨日ご紹介させていただいたこちらの方が本題、これを使うことになる。これでねダイポールの実験をしようと思います。でねこちらの方にねちょっとあの構成が、まあ、構成っていうほど構成もしてないんですけどね、まあある程度ねインピーダンスが正確に測定できることを確認したね同軸ケーブルの長さ分これ用意させていただいております。であとこちらがね金具ですね。こういう形ですね。ダイポールアンテナの長さをコントロールするための金具で、まああと紐ですね、こういうものを準備させていただいております。まあ、こんな形でね棒の方の準備は完了いたしました。こちらの方に金具を固定させていきます。今回はね約2メーターのところに金具固定いたします。こちら、まあ、こんな形ですね。こんな形にロープの方ですけど、このような形ですね。こんな形で100均でも売ってると思うんですけどね、こういうグリーンロープっていうのを使うパターンと、もう一つがねかなり細いんですけどね、まあ本来これ水糸って言って別の用途なんですけど、ひまりはね細い割にあのコンパクトでよく持ち運び便利いいんでね、私はこの水糸って言われる糸もねアンテナを補助的に引っ張るためのロープとしてよく使っておりま す、ね、火を通して、これで固定完了です。はい、で早速ねちょっとアンテナ28メガちょっと簡単に貼らさせていきました。まあ今回はねこのような形、車のサイトで、あとこういう形ですね、メジャーダイポール、今確か210ぐらいのところに合わせてあります。こういう形ですね、こういうところに合わせてあります。でこういう形でちょっと片一方は申し訳ないです、こういうところに仮に固定させていただいております。でこういう形ですね、210、ちょっとね片一方の方はこれからちょっと実験するためにね少しだけちょっと長めにセットしております。まあこういう形でねもうちょっとお手軽、もうお見せするのも恥ずかしいぐらいなんですけどね、こういう形で長さの調整方法ですけど、まあこういう形ですね、もう伸ばせばこれで調整終わりです。こういう形でワンタッチになります。まあおよそですけどね、この中でだいたい末端、まあ私いつもねここで合わせるようにしてるんですけど、合わせてプラス10センチぐらいがねだいたい電気的な長さの目安になるんじゃないかなと思います。あともう一点ね、大幅な変更するときはねこっちの方の金具外しましてね移動すればね、この巻き尺の長さ応じてね自由にね場所は固定変更できるんじゃないかなと思います。でそれと大まかな変更はねこちらの方で、細かな変更はね、こちらの伸び縮みで、こちらの方のロックですね、これで実施しているような形になってます。全体ね、このようにアンテナ設置させていただきました。まあ、地上高ですけどね、およそ 2.5 メーターあります。で、このような形でね、ちょっと角度の方が、まあ、ざっと見ましたら何度ぐらいでしょうか、120度ぐらいだと思います。で、こちらの方、メジャーの方両端ともに現状は215センチにさせていただいております。両端215センチ、エステバール測定いたします。共振周波数ですけど、28.98、エステバールがおよそですけど
1.2 ぐらいでしょうか。で両端 1.5 ですけど 29.64、28.33 になります。で全体ですけどね、ちょっとお見せいたします。こんな形になります。こういう形の S ダバオ特性になっております。上端ですけどね、少し紐を緩めまして角度の方120度からおよそ90度に変更しております。でこちらの方はね、同じく215、両方ですけどね、215で調整しようかなと思います。実際に上端215、角度90度、ちょっとやってみます。で、S ダバオですけどね、共振周波数 29.43、 して1.5 が 28.672、 30.262 ですね。まあ、全体はこのような形でね、 S ダバオの方もほぼ 1.1 以下、いい感じに。でインピーダンスの方もね、50オームの方に下がっております。今からもう一遍ちょっと調整の方しようと思います。片端215をね、5センチ伸ばしてみます。220、このような形でね、もう簡単にすぐに調整可能になっております。これで調整できました。これでね、 S ダバオがどう変わったのかちょっと見ていこうかと思います。上端220、角度90度、こういう形で、28.8 ですね、 28.8、 1.5 が 28.163 で 29.57 ですね。ですのでね、やっぱり角度を狭めるとインピーダンスが下がってくるのはね、こんな簡単な実験でわかるかと思います。あともう少しね、下げるために結果的に今220を225にしてみます。225にしました。225にしました。でこれでもう一度ね、ちょっと調整していこうかなと思います。こういう形ですね。中央 28.38、 1.5 が 27.66、 29.00 です。で全体がね、こんな形ですね。こんな形に S ダバオ特性がなっております。こんな形になっております。さらにね、角度を攻めまして、およそですけど45度ぐらいになったかと思います。現状用のこんな形に設置させていきまして、下の方が確か225ですね、上端225でさせていただきます。まず中心周波数がね、このような形ですね、 29.32、 エスティバールも 1.1 ぐらいですね。でこのような形、1.5 が 28.728、 もう片端が 29.83 になります。まあこんな形でね、まだ先ほどと比べていただきましてもね、インピーダンスが下がってきてるとは思うんですけど、それでもまだね、比較的良好な特性維持しております。このような形でさらにね、両端の紐を緩めまして、角度およそ30度くらいにしております。30度にしまして、両端が先ほどと同じですので、形ですね、225でね、ちょっと S ダバオ測定いたします。このような形ですね、中心周波数がだいぶ上がってしまいました。 29.930 で、でも実際この辺かな。そうですね、ちょっとね、 S ダバオの最低点とインピーダンスの最低点がちょっとずれてますね。100kHz から150ぐらいで、ここね、見ていただいたら分かると思うんですけどね、ずれてると思います。まあでもこんな形ですね、インピーダンスは25オームぐらいまで下がっております。新周波数が 29.8 でもね、 1.5 の領域はこんなんですね、バンド内が。まあですのでね、こういう形で角度を下げることによってインピーダンスが下がるっていうことはね、確認していただけたんじゃないかなと思います。こちらにね、14メガのアンテナ設置させていただきました。センターはね、およそ3メーターで、上端は 1.5 メーターの高さがあります。でエレメントの長さはね、メジャーで、460センチに現在セットしております。 S ダバオ測定共振周波数ね、確認させていただきます。共振周波数 14.25 ぐらいですかね、14.25 ぐらい、
インピーダンスがねやっぱり70もう80オームぐらいありますね。で 1.5 が 14.10、14.49 ぐらいに現状なっております。角度を狭めるためにセンター 3m、 上端はね75センチぐらいまで下げて角度をね意図的に下げるようにさせていただきました。上端の角度がおよそ120度ぐらいですかね。先ほどのやつをちょっと引き続きチェックさせていただきます。バーですけどね、共振周波数 149.39、 1.5、 140.0、140.71 ぐらいですね。まあこんな形でねイスターバードバンド内推移しております。じゃあ先ほどねちょっと共振周波数が高い方に行っておりましたので、もう少しね共振周波数下げていきたいと思います。こちらの方ね470にしてみます。ちょっとだけ紐引っ張ります。申し訳ないです。もう垂れ下がりすぎですね。470にしました。もう片端もねちょっと470にセットしてみます。はい、470にセットしました。これで少しねちょっと SWR 見てみようと思います。こんな形ですね。おっとちょっと下がりすぎぐらいですかね。 140.05 ですね、共振周波数ですので、逆に5センチちょっと上げてみます。形でね、こっちの方もちょっと5センチだけ上げてみます。今5センチ上げました。まあ微妙ですけどね、少し上の方に上がったんじゃないでしょうかね。そうですね、少し上がりましたね。 140.20、 まあこんな形にね S バードが下がったっていう形になります。実際のね寸法とかについてね、まず1点ご説明させていきます。で今回なんですけど、表記中今回あの各エレメントに表記させていただいた長さなんですけど、実際のねメジャーの寸法から言っておりますので、こっからここまでの長さ、こっからメジャーの入り口ですよね、ここの長さを基準にして表記させていただいております。ただ実際なんですけど、まずこのバランの出口からおよそなんですけど、だいたいここ20センチあります。ですから両側まだ20センチ、でこのメジャーの中にも実は中の鉄の板もぐるぐる巻かれてますので、まあ、経験上の話なんですけど、まあ、大体ここが10センチぐらいのことが多かったという記憶があります。ちょっとこれもね確約はできないんですけど、大体10センチぐらいということですので、実際にここですね長さ L、 まあ今回ねこの L ばっかりでね表記させていただいてたんですけど、実際は L プラス20センチプラスここですね、ここの20センチですよね。であと10センチここですね、メジャーの10センチ、まあこれをだいたいね足し合わせていただいた長さがエレメントと長さとなりますのでね、まあここだけねちょっとご注意いただきたいと思います。これが実際の電気的な長さの一つの目安になるかと思います。ちょっと今回のねまとめさせていただきます。今回ねちょっとなかなかテストができなかったんですけど、だいたいねダイポールの水平のインピーダンスっていうのが一般的に75オームで、こっからここですね120度が50オームぐらい、まあちょっと怪しいですけどね。でまあやっぱりここが30度になりますとね、まあ25オームぐらいに今回なってたでしょうか。まあ、こういう形でね角度をだん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 狭くするとインピーダンスが低下します。ここはね一つだと思います。あともう一点なんですけどね、今回やっていきますと共振周波数ですよね、共振の周波数も高い方向に移行しますので、まあ、今回これもね、まあ、ほとんどだいたい傾向は似てるとは思うんですけど、インピーダンスをね、下げようといたしまして、角度を狭めていった場合は、インピーダンスはまあ低下しますと。で、それに伴って、共振周波数も高くなっていくということでね、まあ、結果的にエレメントの調整も必要になりますよっていうのをね、まあ、一つ見ていただけた事例かなと思っております。
まあ、実際もね、私ちょっとまあ今回こういう形で久しぶりにね、こんな低いところでダイポールアンテナっていうのをあまり上げたことなかったんですけど、まあ、意外とエスタバード的にはまあまあいい感じに下がってくれたんでね、一安心いたしました。一般的には、まあ、地上光のこんな形になるんですよっていうのをなんかね、だいたいここが以前の、まあ、自分の八田村あたりでインピーダンスが目いっぱい上がって、そこから以降ね、下がったり上がったりを繰り返すような形で、この時が80オームになりますよとかいうのを見たことはあるんですけどね。まあなんかそれから言いますとね、ちょうど今回8分の1ラムダですので、まあこの辺前後、この辺前後のね、ところのテストをしたんじゃないかなと思っております。まあこの辺前後ですよね。まあですのでね、まあ、この辺もあの地上面、今回アスファルトの上なんですけど、まあいろんな地上によってもね、現象は異なってくるかと思います。まあぜひともね、そういうとこ踏まえていろいろと、ね、テストしていただければと思っています。まあ結構ね、移動運用にも使えましたっていうね、とこだけはね、ご報告させていただこうかなと思います。はい、どうだったでしょうか。まあ実際に今回紹介させていただいた、このメジャーを使ったダイポールアンテナ。まあ、これにつきましてはね、実際当初は移動運用用に使っていたんですけど、やはりロングワイヤーの方が使い勝手がいいということが分かりまして、最近はもっぱらダイポールアンテナのテストのためのね、アンテナとして利用しているような形です。やっぱりね、このメジャー自身にこう寸法がありますのでね、意外と実際にアンテナの調整、テストにはね、活用できているようなダイポールアンテナとなっております。まあ、ぜひともね、身近な材料でこのような面白いダイポールアンテナ製作可能ですので、ぜひとも移動運用、アンテナのテスト等にもね、ご利用いただければと思っております。おそらくお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。